はい、というわけで今秋葉原の駅に来てるんですけど、なんか秋葉原によるとさ、ガチャポンのコーナーがあるじゃないですか。ちょっとガチャポン見ていきたいと思います。すごい、キンチョールポーチ、ジャポニカポーチ、あー、氷氷紙ポーチですね。柿の種ポーチ、すごい。これカップラーメンの上に入ってる火薬のポーチです。東京ヘッドマークポーチ、封筒ポーチ、これ可愛いですね。新選組誠ポーチ、なんかね、ちょうど化粧品のポーチがなかったので、ちょっとここでやっていこうかなと思います。全部300円ですね。どうしようかな。ちょっとこのキンチョールポーチをやっていきたいと思います。帰ってきた、なんでやん。まさか回る、そんなことない。何だったの今の。お、多分これですね。これちょっともう一個ぐらいやろうかな。柿の種がちょっと可愛いので柿の種いきます。これも300円です。何かな。絶対これじゃん。一番いらないのが当たっちゃった。ちょっと柿の種もう一回やりますね。全然いらないの当たっちゃった。これで同じのだったら笑う。あるある、同じのが当たりがち。こういう同じものが当たるってことあるあるですね。なんか柿の種の柿の種ポーチ2個当たったんだけど、あ、これいらなかったな。緊張ロポーチです。後でまた改めてご紹介します。もうちょっと日付変わっちゃいました。いろいろちょっとバタバタしてて日付変わって、しかも日付が変わって髪の色が変わるっていう。これ何色かわかる？結構画面で見ると黒く見えるね。一応ちょっとこう緑がかった黒なんですけど、近くで見ると分かるかも。全然分かんないね。なんか肉眼で見るとちょっと分かるんだけどな。まあまあまあ置いといて、というわけで先ほどというか、まあ昨日なんですけどガチャポンをやってきましたのでご紹介していきたいと思います。まずね、こちらね、緊張ポーチコレクションっていうね、カトリ系で有名な、なんかこんな種類があります。なんかキンチョールポーチ、あとカトリ線香ポーチ、なんかいろいろ全5種類ですね。こう丸いタイプと四角いタイプとこのスプレータイプのポーチになってます。これね結構ねいいんじゃない。ほら、当たったのはこちらです。キンチョウの渦巻き、なんか中国人みたいな派手さなんだけど、でも結構大きいのよ、ほら。だから結構入るんじゃないかなということで、ちょっとまあ私化粧ポーチが欲しくて、いつもねこの、まあ、キッコーマンのこの豆乳ポーチ、これもガチャポンで300円、昨日あったんですけど持ってたのでやりませんでした。これにチンってなっちゃった。これにまあ、リップメイクをすごい入れてるんですよ。まあ、せっかくだからちょっと整理して、これにねリップメイクをいつも入れていて、普通にこうリップクリームまずと、あとこちらですね、口紅が落ちにくくする化粧品がなんか今あるんです。ちょっと油多めのね、これと、あとまあ普通にこう折りたたみのリップペン、リップペン、リップペンシル、リップペンと、こちらですね、オルビスのリップペンシル、ペンシルタイプ、あとは
あのジル・スチュアートとイプサン・ローランの口紅、こちら1本ずつ入っていて、あとはあのグロスは、ラブコスメさんの濃い色リップというのと、シャネル の、 あのグロスが結構入れてるんでしょ、入ってます。あとちょっとここのオレンジオペラリップティント、アプリコット、さっきのピンクとかそういう系だとちょっとなんかオレンジ系もちょっと今入れてますですね。あとまあディオールのティントアディクションリップタトゥーをこのまあ豆乳ポーチにいつも入れているんですよ。ケンチョールさ、私さ、なんか同じく化粧品で化粧ポーチに入りきらない系でさ、こうパフパフっていうか、この私クラブスッピンパウダーさんのさ、知ってる？なんか最後にこうやってなかったからやっちゃおう。ちょっと顔色が、あ、めっちゃ白くなった。首元もやっとこう。こういうクラブスッピンパウダーさんのお粉ですね。どこもミシャのクッションファンデーション、今すっごい売れてるやつ、クッションファンデ、光入る白いからか、クッションファンデ、これがさ入るんじゃないかな。あ、入る、入った。これに私最近あのパフュー、あのね、クリームタイプの香水ですね。こう塗り具、練り香水。なんか、家からしていくのは普通の吹きかけるやつなんだけど、ちょっとこう、匂い切れたなとか、ちょっと匂い気になるなっていう時のために、バームタイプの香水を普段持ち歩いてるんですよ。いや、めっちゃいい匂い。今日これつけようかな、普通に。まあ、普通に。めっちゃいい匂い。まあ入れて、あ、ちょうどですね。あ、結構キンチョール結構入る。そしてですね、問題のこいつですね。ちょっと一応先に種類ご紹介します。柿の種の、ガチャポンシリーズ、こういうね、なんか柿の種の可愛いポーチが、私こっちが欲しかったの。こっちのポーチ、なんかあの柿の種の袋が2つ分入る大きさのポーチなんて、これがすごく欲しくてやったのに、一番いらないこの特大柿の種自体の細長いポーチが当たってしまいました。最後はこのね、柿の種の袋の小袋の方のモチーフにしたやつだけど、これさ開けていきましょうか。なんで2回もあって2回もこれ出てくるんだよいや、細長いポーチってマジで使いづらいからね。しかもなんかさ、これ何か分かんなくない一瞬。なんか書き方でさ、並んでるから分かんないんだって、分かんないよね。うわぁ。なんかこうビニール製で、しかもさ、チャックがさ、ちょっと真ん中に微妙にピッてあるだけだから。いやぁ。え、何入るんだろう。アップルペンシルとか入る？入らねぇ。サイズ的には入らないですね。ボールペンはどう？これボールペンも入らないんじゃない？入らない。え、マジで何入れんのこれ。え、ビビる。え、なんか細すぎて何も入らないんだけど。いやー、これ可愛くもないし何も入らないし、びっくりですわ。ちょっと今入るもの探しますね。え、何も入んないね。だって薬とかも入らないし、ペンも入らない。あ、コンタクト、コンタクト持ち運び用にコンタクトみたいな。コンタクトとかだったら、まあ、あ、コンタクト入るけど、これ誰開発した人あ、コンタクトが2日分
入りました。いやでもさ、これだっていらないでしょ、コンタクト。このペースでなんか終わってんのにこれついたから逆に容量増えてんじゃん。いや、じゃあ袋に入れるわな。使い道な、なんか久しぶりにガチャポンでテンション上がってやったのに、一番いらないやつが当たってしまった上に、マジでケースとしての機能が全然果たせられない。あとアメリカピンとかでしょ、アメピンとかをひたすら入れろってことですよね。てか他に入るものある、これ。え、やば、使い道な。え、びっくりなんですけど、なんか簡単な紙ゴムとか本当にそういうのしか入らないんですね、うん、しかもこれもう一個あるんです。これ欲しい人いる？本当にツイッターで謎のプレゼント企画出してみようかな。応募来ないでしょ。私今コンバージョン超低いからな、応募来ないに1票。ちょっとなんかいらない上に応募全然来ないだから悲しすぎるからやめよう。なんか今度会った友達にプレゼントしたいと思います、柿の種ポーチ。いや本当になんか緊張るは良かった、すごい。というわけで久しぶりのガチャポンでした。大人ガチャポンで遊ぶの巻き、バイバイ。